どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。今回はブートフィルをある程度使ってみての取り扱い注意点について話していきたいと思います。この子思ったよりも癖強かったですね。ブートフィルに関しては撃破ダメージが結構高いイメージがあるのかなと思いますが、育成の仕方を間違えると思ったよりも出ないっていうことがあります。持ち公演水を引いている人なら特に問題はない部分かなと思うんですが、それを引かない場合はかなり苦労するキャラクターと言えますね。そこで今回はブートヒルの火力を出すコツや扱う上での注意点をまとめて紹介したいと思います。それでは早速解説していきましょう。まず一つ目の注意点は、異物は揃えるよりも撃破特攻数値を優先となります。ブートヒルに関しては異物は撃破特攻の数値を優先で装備を揃えると火力が出しやすいという特徴があります。これに関してはセット異物とキメラ異物でダメージを比較して見てもらうと分かりやすいかと思います。まずキメラ異物に関してですが、撃破特攻の数値が 200% となっています。ダメージは8万5000ほどですね。続いてセット異物に関してです。こちらに関しては撃破特攻の数値が 173% となっています。ダメージは7万6000ほどです。こちらとも会心率会心ダメはほぼほぼ近い状態としてます。それなんですが約1万弱のダメージ差となっているわけですね。撃破特攻の数値として差はもちろんありますが、無理にセット効果を狙うよりかは撃破特攻の数値が高い異物の方が火力が出るっていうのがわかると思います。そもそもブートヒルは理想の異物セットを揃えようとした場合かなりの難易度が上がるっていうのがあります。特にタリアの速度145を満たしながら撃破特攻の数値を上げようとすると、その時点でサブステの揃った異物っていうものはとても少ないんですよね。そのためセット効果を意識しすぎて撃破特攻や速度が揃わないと、最初の動画のようにダメージが結果的に下がるっていうことが起きます。せっかく揃えても撃破特攻が結果的に低くなればブートヒルの火力が下がるので、かなり問題な部分というところになるんですよね。なので異物の厳選が終わるまでは撃破特攻の数値が高い異物を全てバラバラに組むという苦肉の策を使っていきましょう。続いては会心率の会心ダメはおまけ程度というところです。これは模擬宇宙で遊ぶと分かりやすいですね。今回の模擬宇宙なんですけど、ブートヒルについて会心率 100% 以上、会心ダメは1800以上を用意して最後のボスにチャレンジしてみました。ポケットアドバンテージを3層獲得状態で撃破ダメージを見ていきたいと思います。強化攻撃の会心ダメージに関してはもちろん火力が乗っている状態なんですが、撃破ダメージだけを見てみると10万ほどアップします。ですが撃破の内容を見てみると、そのうち超撃破ダメージが6万となっているので、実質4万しかアップしていないというところが出てきますね。ブートヒルの火力源はあくまでも撃破特攻のダメージとなります。そのため会心率や会心ダメージはあってもその前後の攻撃にしか反映されないというのが特徴なんですよね。この数値の差を見てみると、撃破ダメージが売りなブートヒルとしては必要性が低いっていうことがわかるかと思います。これは先ほど話した技術の源泉で言えることです。キメラ異物でもダメージが高くなる理由というのは撃破ダメージがしっかり機能しているからっていうところなんですよね。なので会心率と会心ダメージはおまけ程度で、その他の火力を伸ばすものとして考えておきましょう。そもそもステータス的に攻撃力が低くなりがちなので、撃破ダメージ以外は火力を出しにくいキャラかなと言えます。続いてはエンドコンテンツの適性が低めというところです。まず模擬宇宙に関しては撃破特攻の数値を上げるものがとにかく少なくなっています。まず祝福に関しては虚無の撃破特攻アップしかありません。これに関しては強化しても最大 75% となってますね。その他には鬼物のピンクショックで撃破特攻を上げる必要があります。これはイベントの天才クラブ55ですね、余生徒でゲットするしか方法はありません。基本的には選択肢の後の運要素になっているため確実性がありません。確実にゲットするには優越の運命を選ぶしかないっていうのも特徴です。現在の模擬宇宙では撃破特攻アップするものはこの2つのみなので、ブートヒルをメインで考えるとかなり厳しいっていうのはありますね。ただブートヒルも強みが他にあって、人生削りがめちゃくちゃ強いキャラクターなので、相手の動きを止めたい場合はトップクラスで強いなと思いました。これに純子の性能を合わせると連続で攻撃して相手を全員止めるっていうことは可能なので、このあたりはねとても扱いやすいなと思いましたね。続いては虚構女児です。
こちらは今のところ撃破特攻優遇のものはないので、今後の実装に期待という感じになりますね。ただし、弱点撃破が高確率で狙える上に、ダメージもそれなりに出せるため、ヒメコやヘルタといった組み合わせると、それなりに削ることは可能でした。この二人の行動を誘発するには、いい性能かなと思いますので、編成や扱い次第では、光る部分があると思います。最後に、忘却の庭です。庭に関しては、敵の数が決まっているので、弱点無視して攻撃を続けれるのは、とても相性が良かったですね。キャラクターが揃っていないほど弱点無視できるブートヒルは相手を選ばない状況が作れるので非常に相性はいいと思います。なので単体特化や敵が少ない場合にはとても活躍が期待できる機会が多いと言えますね。続いては依存性が高いという点です。敵派特攻を上げれるならどの異物でも使えるブートヒルというふうに話しましたが、正直理想を追求すると厳選がかなりえげつないところまでいきます。速度に関してはタリアを装備するため145以上が必須となり、さらに撃破特攻も 250% を超えないと火力としては物足りなさを感じるためかなりハードになっています。そもそもサブステに速度と撃破特攻両方を揃える必要があるため、揃うまでは編成でどちらかを補う必要が出てきます。もし厳選をするならダメージが下がる要因となる撃破特攻を優先しつつ、速度は味方のバフに任せるようにしていきましょう。そうなってくるとタリアの条件を達成するためにルアンは編成に必須という風になってしまいますね。また撃破特攻編成は現在超撃破も活用しないとダメージがそこまで上がらない傾向でもあります。そのため調和主人公を入れていくことが多くなりますので、ブートヒルを採用するだけで3枠が決まってしまうという背景がありますね。この2人は切り離せない性能をしているので、ブートヒルは思ったよりも依存度が高いキャラと言えます。さらにブートヒルは耐久面も自ら下げていく性能となっていますので、アベンチュリンや不言といった耐久枠が必須となります。ここまで話していると分かるかなと思いますが、ある程度ブートヒルを活かすのであれば編成が固定になってしまうということですね。単体としても使用できることはできますが、育成の難易度から編成まで非常に難しいキャラとなっています。ということで今回のブートヒルの取り扱い注意点についてはいかがでしたでしょうか。性格、言葉回しの癖が強いだけでなく、意外とダメージや育成においてもかなりわがままな感じになっていますよね。ただし育ちきればいつでも活躍ができるキャラクターになるポテンシャルが秘めています。ロマンの塊みたいなんですよね。厳選さえしっかりできれば自立もある程度はできますし、キャラ依存なども解消されますので育てがいはあると思います。また撃破特攻型に関しては今後増えていく可能性がありますので、もっと扱いやすくなる可能性ももちろんありますね。今の環境ではちょっと厳しいっていう感じなだけなので、今後に期待して今から育っていきましょう。ホヨバのゲームって今じゃなくて後ほど強くなるってこともよくありますからね。そういった意味では期待はできると思います。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、良ければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。